なんかちょっとブレイズっていう魔法っぽいコンバットチップあるから買っていいですかこれ。でもフェイス1も欲しいな。まあどっちも買えるから買っちゃおうかな。よっ、ブレイズ、フェイス、よし。多分これは素晴らしい。ついに魔法覚えた。なんかあんまりこの通常攻撃と変わらないけど攻撃力高いのかな。ということでハロウィンキャバンかなにリベンジしに来ました。アイスミサイルみたいなものを撃つでかいやつ倒してみたいけどな。俺魔法を撃ちたいけど誰に言うと、とりあえず回収して、わあもうついにいるじゃん。ついにってなんだ。すぐにいるじゃん。やばやばやば、ちょっと待って待って待って、狭い狭い、場所が狭いのは良くない。とりあえずこの虫は倒すぞ。虫はさっさと倒しておく。もう岩邪魔だな。これ3番打つから、おお16も食らって、おお倒した、あ倒した、倒してない、いてててててて、いや魔法切れた、やっぱこれ当たったら即死だもう。あ魔法の射程範囲外にいってる。うわちょっと待って、ちょっと待って、ヘルスパックを飲ませてくれ。退散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 。そうか、マナパックをここで必要になってくるとは。マナがもうなくて魔法が打てない。ちょっと邪魔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 、待て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 、邪魔するんじゃない。あーしまった、当たりに行っちゃった、つえー。体力高い、つおかしいんじゃねえかって思いますけど、やばい操作がおぼつかないんかい。やられた、レベル12だったけどな、やっちまった、強えよ。魔法あれだけ連発して打てばどうにかなるかなと思ったけど、まあなんかいろいろアンロックされてます、帽子とかなんとか。うわーちょっとショック、悲しい。やる気にならない。また刀振らなきゃいけないなんて。これって種族とかアンロックされていくけど、でも種族とかアンロックされてもこれなんだろう、データ変えなきゃダメですよね。キャラクリエイトしないと無理だろうから。うわーこれまたやり直しか。杖どうやって作ったんだっけ。あの杖さえあればなんかやる気になるけど、あの蝶々とアイボールとあれか、蝶々とこのプラネットストーンとアイボール、ある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 ぞ、一応ある。まあ、この辺ちょっと全部変えておいて、よいしょよっ。でどうだったっけ、蝶々アイボールでプラネットストーンできた。あれなんかさっきより全然強い、そういうこと？これ作るときになんかクラスも決まるのか、レア度みたいなものもあるんだ。なんか紫色の武器ができた。多分白、青、紫とかっていう順？その上もある、オレンジとかあんのかな。作るときにあるんだ、いろいろ。なるほど。でさっき使わなかったヘルムとかなんか使っとこう。よしこれでいい、これで少しだけモチベーションを取り返すことができた。コンバットチップは全て失ってしまったけれど。ハロウィンキャバンのあれ強いな、やっば。もうちょっとレベル上げないといけないか。ディープジャングルでもう少し訓練を積まないとダメかもしれない。なんてこった、ちょっと死んじゃいました。今更言うことでもないけど、誰が見てもそんなのは分かってるんだって話ですけど、死んじゃいましたね、申し訳ない。はい、あとこの辺のブレードを売りに行ってみるかな。
もう初期装備でも売れるのかな。売るのはこいつかな。よっ、砕いていいよ。あ、お金になる。安いな。20にしかならなかった。お金を60ゲットしたぞ。よし、この紫色のパイロクラズムかなっていう炎の杖を手に入れたから、これ最初から強いんじゃない。だいぶ最初からダメージ3とかあるんじゃない。よっ、おっ、ダメージ3ある。やった。あ、やば、その今のレニーの話し方からするとあれだ、海賊が来る、宇宙海賊が来るぞ。これはグリーティング。あ、待って、もう一回話させて。ヘルスパックくれ、ヘルスパック。あ、めっちゃでっかいのくれた。ヘルスパック3くれた。マジ。あ、違う、インカミングメテオシャワー。なんてこった。いった、やっべえ、死ぬ死ぬ死ぬ。ちょっと待って、飲ませてくれ。やばいやばいやばい、これ、いやいや、予測不可能なんだけど、やばい。もらったヘルスパックガンガン飲んでる。帰らせて、こっち。メテオシャワーインカミングってやばい、これもう逃げるしか、逃げるしかない。こんなのだって見えないもん、見てから避けられない当たらないことを願うしかない。うわ、マジ、いや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 、やっべ、このイベント鬼でしょ。いや、もう早く出口行くしかねえ。痛い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 、あと1回当たったら死ぬ。あと1回、あれ止まった。あ、止まんの、メテオシャワー止まんのか。くそ、もう少し落ち着いて対処すればよかった。帰ります。ついてないその一言に尽きる。これついてなかっただけでしょ、これ。うわー、体力回復するやつは1個あるけど、そんなイベントもあんのか。これ1回帰ろう。で、あのデソレートキャニオンにいる騎士に会ってヘルスパックもう1回ねだろう。うわー、ひどいイベントだ。でも十分強いぞ、この杖強いから。さっきぐらいまでレベル上がればもっともっとダメージが出せるようになるはず。制作運がついてたみたい。なるほどな、ちょっと面白いな、そういうのは。よっと、ハーブのエンブレム2個を届けるっていうケースとクリアできそうなのでしときます。よし、クレジット1000ゲット。はい、ワスプは持ってないかな、多分持ってないはず。持ってないですね。はい、ということでお金1000で、お金2000もあるから預けておこう。とりあえずディープジャングルもそのボスみたいなのは出てないですよね、まだ。だからちょっと出るんだったら出てきてもいいぜっていう感じはしてます。なかなかパラメーターとかレベルも上がってきたからな。今レベル10です。なるほど。よっ、弱い。この杖を前にして叶うものはあまりいない。負けるとしたらメテオシャワーとか海賊とかあと予期せぬ敵ですね、まあ、それこそボスとか。あ、レベル12だ。よし、さっきの取り戻したぞ、レベルを。でも攻撃力はどうだろう、高いですよね、多分こっちの方が。よしよし、あぶね、この上見えないのが結構面白いというところというか危ないところなんだよな。このあと毒になったら終わる。多分解毒剤みたいなものがあるんだろうけど、作り方がまだ分かってないからな。手に入れてもないし、多分何かにここの攻撃に当たったら、ここの敵の攻撃に当たったらほぼ死ぬと考えておこう毒の進行速度めちゃくちゃ速いからな。あ、でもヘルスパックが結構あるからガブ飲みすりゃどうにかなるか。とりあえずこいつの攻撃に当たるのは絶対に良くない。ほぼ死んだと思っても構わないぐらいだから気をつけていこう。よっ、パサ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 。
よし、ポータル、あれはチェックしておくかな。あ、なんか出てきた、なんか出てきたぞ、なんか出てきた。何も、レニーはなんか今話したか。何が出てきてる。出口前だからな。おわ、ちょっと変わったやつ出てきてんな、これ。やばくない、やばくない、これ。あぶねあぶねあぶね。あ、でも勝てるかも、勝てるかもしれない。この動きをちゃんと理解していれば。えっ、いいぞ、スタミナもまだ全然ある。この追い詰めてくる感じ、やばいやばい、うまいうまいうまい。やった、勝った、素晴らしい、勝ったぞ、よくやった。ただこのゲーム、ボスに勝っても特にな、なんかこうレアアイテムみたいなもの出さないんだよな。出すのかもしれないけど、ドロップ率が低いのかな。あ、またジャングルの方に来ちゃったけど、パイロクラズムのレベルは3になって、フェイスがまさかのプラス12、強い。そうだな、このアーマーとかのレベルも上げておきたいかな。でもここら辺のフードとかはあんまレア度が高くないから、この武器のレベルを上げていこう。よし、いいぞ、杖がどんどん強くなっていく。そうだな、倉庫のアップグレードはまだしなくても良さそうだけど、意外と一つ目の倉庫がいっぱいになってきたな。この辺取ったものは預けておきます。すごいバイタリティレベル10とかあるんだけど。多分バイタリティ、これは10って意味だよな。 X じゃなくて多分10だと思います。ローマ数字で表記されてたし、うん、多分そうなんだろうな。クエストはクリアできるやつはないな。ヘルスパック2を一応一つ買って、もう一回ディープジャングルに潜ります。うん、まあザコはな、これ本当に全然、あれ？なんだあいつ、あれ敵？何？敵じゃない、話しかけていいの？ああ、なんだ、あ、このなんだろう、いばらを伝って彼女に聞こえるぞみたいなことを言ってる。なんかハイブマインドってやつを倒しに来たみたい。そのバウンティーハンター、ジャングルの賞金稼ぎらしいです。あぶね、ちょっと待って。これ話してる途中時間が止まるわけじゃないんだよな。よいしょ、なんかもらえるのかな、この人も。あ、そうだ、ヘルスパックがもらえた、カードも手に入れてる。よし、ヘルスパックがどんどん充実していく。まあこのキャラクターと話せばお助けアイテムもらえるってことが分かったからありがたいですね。なるほど、それぞれなんか冒険してる人たちと会うことができるんだな。ただ冒険してる人たち全員思うんですけど、あの僕の体格の3倍ぐらいありますよね、みんな。タッパがないんだよな、この主人公。あぶれあぶれ、ちょっとあぶれあぶれ、ちょっと待って待って、シュ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 ってなんだ。あ、出た、ボスだ。ちょっと待って、安全なところで戦いたい、安全なところで戦いたいよ。勝てる、勝てるのは勝てるんだよ。よ、距離を詰めさせるな、あまり。勝てるのは絶対勝てる、このボールにも当たらなければ大丈夫。よし、いいぞいいぞいいぞ、よーし、ボス楽勝。大丈夫大丈夫、下にあった宝箱取りに行こう。そんな余裕すらもあるぐらいだよ。パサッてしても大丈夫、下はもう誰もいない、誰もいないよね。いるいる、いたわ、全然いたわ。攻撃力ももう8になってる。このディープジャングルももう余裕だぞ。前回襲われた宇宙海賊も出てきてくれてもいいぐらいだ。返り討ちにしてやろうというそんな気概すらもある。あと見て倒せてないのはあれだな、ハロウィンギャバンにいるアイスミサイルみたいなの撃ってくるやつだな。勝手にアイスミサイルって言ってるけど、よっ、こいつらもただの餌だぜ。主人公を育て上げるための餌でしかない、そんな認識も持てるぐらい余裕だ。よっと、あ、ちなみにエンブレムフェイス1つけてます。
魔法の攻撃力が上がるらしいので積極的にねつけていきたいですね。何こいつ、変なのいる、見たことないやついるけど、雑魚キャラ、雑魚キャラだよね、雑魚キャラだ。倒した、レベルアップした。ちょっとこういった敵もいる、てか見たことない敵が出てきたからちょっと焦っちゃった。宝箱を守ってたぞでもヘルスパックはかつてないほど持ってるな、充実してる。即死級のダメージを食らわなければ大丈夫だ。これハロウィンの方行く、てかあれだ、ポータル見つけてないな。ポータルあるんだったら触って帰りたいけど、ステージのどっかに配置されてはいるはずだと思うんですけどね。どうなのかな。あ、これでちょっと下覗ける。あ、ちょっと厳しいか。まあいいや。さて、ハロウィンキャバンリベンジ行くかな。これ多分今なら勝てるとしか思わないんだけど、武器のレベルアップ入った？入らない。レベル3からが遠い。もしかしたらレア度も関係してるのかも。レアだからちょっとレベルアップの速度も遅いよみたいな、強いけどねっていう、そういうこともあるかもしれない。よし、このリソースはだいぶ溜まってきてる。ヘルスパックのレベル1は置いといていいかな。多分これだけあれば大丈夫だと思う。スパイシーシードもたくさん溜まってる。目ん玉も持ってるし、あとカードも預けておこう。で、お金、フェイス2か。フェイス2欲しいな。金下ろすか。フェイス2のコンバットチップ。これなんだ？テック。この黄色の方ね。これはコンバットチップをパワーアップさせるのかな？よっ。フェイス上げときます。攻撃力が高くなった、ちょっと。お、銃出る。銃はすごい。銃出るのはすごいぞ。プラネットエンブレム、プラネットストーンのやつだな。これなんだ？デックスね。サンダーワーム、ガストバグ、虫。上はエンブレム。これなんだろう？デックス、レベル10。なるほど。でも、レベル10なんてことあるかな？ X はもしかしたら5なのかもしれない。レベル5ってことなのかも。もしかしたらそうかもしれませんね。値段的に考えてもそんな気がしてきた。よし、じゃああとは預けておいて、もう一度ハロウィンキャバン目指します。はい、クリア。